ダイレクトアタック。うわー、負けた、早すぎる。これで止めた。助けて、ダイレクトアタックするタイプのサガループが。サガは忘れてくれ。勝てないな。そうだね、シンプルに早すぎる。しかも半端な受けでも返せないしね。やあ、霊夢、心、そんなに落ち込んでどうしたんだ。あー、マリサじゃないか。最近大会に出るとなぜか速攻デッキとばっか当たって負けてしまうんだ。なるほど。確かに速攻デッキって自分が使ってるデッキによってだけど速くて火力もあるし厄介だよな。助けてくれよ。でも大丈夫。このカードを使えばいいのさ。ヘブンズゲート。お手があれば速攻デッキなんて赤子同然。相手がアタックしてきたらシールドからヘブンズゲートを引いてブロッカーを展開。勝利を手に入れよう。確かに強いんだけど上の注意書きが致命的すぎて何も言えない。その場合他のデッキでも当てはまるからね。お値段カーナベル価格4枚880円。今すぐお電話を。無理やり通すんじゃねえよ。はい、ということで今回は天文にさらなる強化が入ったのでそれにちなんだデッキを紹介していくぜ。すんごい強いカード来たもんね。てなわけでデッキリストはこちら。あ、最初にデッキリスト出すんだ。新たな試み的なやつ？まあそんな感じ。ほら、最近世間では新しいパックの情報が出てるみたいだからさ。全く理解できない。右に同じく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 。一瞬で背後に回り込むバトル漫画みたいな展開やめろ。ちゃんと混乱で出た天文の強化パーツ採用してるね。これはマジで強い。それ以外言うことないぜ。てかそこの枠大体天文なら入るはずのウェルキウスじゃなくてルーアンドルシファーなんだね。まあな。なんか理由あるの？ふ、それは対戦で見せるつもりだから見ててくれ。了解。ところで霊夢は何のデッキ使うんだ？私が使うのは赤タンボルシャックだよ。連続でドラゴン出して攻めてくデッキだね。そう。それじゃあ対戦していこう。わかったぜ。霊夢、スタート。最初はグー、じゃんけんポン。先行。先行取られたか。はっはっは。天文みたいな遅いデッキに先行取れたのは嬉しい。もうこれだけでエクストラウィンしていいですか？言い訳ねえだろ。あとな、天文は確かに遅いデッキではあるんだが新カードのチャージャーを入れることで安定感が爆上がりしたからマナがあるけど事故って動けないみたいのが起きにくくなったんだ。そういえば効果なんだったっけ？今使うから見ててな。ってことでチャージからの3コスト、ギャラクシーチャージャー。このカードの効果で山上から3枚表向きにするんだが、それでめくれた中からエンジェルコマンドを好きな数手札に加えることができるんだ。そしてさっき見た感じそのデッキの大体のカードがエンジェルコマンドを持ってるから。そういうことだ。基本的にアドが取れるんだよな。強すぎない？めくるぞ。は？全言撤回。そんなに強くないかも。強いから。単純に運が悪いだけ。そして一応チャージャーだからマナに行ってターンエンド。4枚としか言いようがない。なんでこうなるんだか。ドロー。まあでもこっちあんまり手札良くないからそんな動けないんだよね。マジで？うん。チャージしてボルシャックバラフィオル出すよ。今の2匹のクリーチャーか魂度が4つ以上ないからバラフィオルは魂度だね。ターンエンド。正直次マリサ5マナに到達するから怖い。天文の5マナといえばスターゲイズゲートがあるからな。てか思うんだけどさ。開けるなるこれは結構アウトじゃない。アウトじゃありません。だってこれ完全にチンコじゃん。ただビーム打ってるだけだろ。突出してるところと周りの弾がアウトなんだよ。うるさいうるさい。では5コスト、スターゲイズゲート持ってんのかよ。効果で光の進化ではないブロッカーのマストロマイオンを手札から出すぞ。ではまずエクストライフ。次に効果で墓地から呪文を2枚まで回収できるから今使った開けるなる。チンコ回収。マリサも結局そう見えてんじゃねえか。これはあれだ、目的不明の作戦を思い出した。さらなる下ネタを持ってくるな。いいから試合に集中してくれ。うちのチャンネルは清掃を目指してるんだから。それは無理だろ。声揃えて言うな。ではチャージなしの軽減ありで4コスト、ボルシャックカイザー召喚。そしてこれでバラフィオルが魂とからクリーチャーになったね。ボルシャックカイザーで無限アタックしていきたいから先にバラフィオルでアタックしようかな。ではバラフィオルでマリサにアタックするときバラフィオル効果で山上から1枚目を表向きにしてそれが火のコスト6以下であるクリーチャーか魂とだったら出せるよ。今めくれたのはボルシャックアークゼオスだから出せるね。それじゃあ出して出たとき効果でアーマードめくレイド5発動。山上から3枚見て5以下のアーマードを使えるからまたアークゼオス召喚。うわ続くのか。ではまためくレイド効果で見て今回はボルシャックフォースドラゴン召喚。バラフィオルでシールドブレイク。さすがにブロックするぞ。まあそうだよな。でもシビルカウント達成してるからボルシャックカイザーは無限アタックできるよ。まあここは怖いけどロマイオンを破壊しに行こうかな。じゃカイザーはシビルカウント3達成によりスピードアタッカーだからロマイオンにアタックするときシビルカウント5達成でアンタップ。バトルして破壊。あれでもカイザー君パワー足りなくないか。この子はシビルカウント3達成してるからなんとバトル中パワープラス5万されるんだ。そういえばそんな効果あったな。でもそれはエクストライフで耐えるぞ。でここでロマイオンの効果発動。この子のエクストライフが離れたとき手札から8以下の呪文である TTT を唱えるぞ。あったのか。効果で3体タップを
を選択してブルッチとフォースドラゴンとカイザーをタップするぜ。止まっちゃった。エンドでドローして3コスト。TTT、今回は3枚ドローを使って引くぜ。そしてロマイオンでフォースドラゴンにアタックするときまたコスト8以下の呪文を唱えれるからドレミダンの高根号を唱え効果でこの2つのうち下の効果を使い1枚引いて5以下の光か水であるスターゲイズゲートを唱えるぞ。効果で2体目のロマイオンを出しまずエクストライフ。また出てきたー。でこのドレミダンと TTT 回収。ではフォースドラゴン破壊、エンドだぜ。辛すぎる。そういえばマリサ、どうした？さっき回収したドレミダンの高根号の上の効果って何だったっけ？相手のクリーチャー全員タップだ。そしてバトルゾーンにはエクストライフがついてるロマイオンがいるね。でこのデッキには呪文を止める手段も避ける方法もない。これ確定でダイレクトアタックできねえじゃねえか。どういうことだ。つまり霊夢、お前はもう私の手のひらで踊るしかないんだ。せいぜい頑張れ。動きうるさすぎない？その後、霊夢はアガクがロマイオンからのドレミダンにより全タップされ、マリサはその間ブロッカーを展開していって鉄壁の守りを作った。はぁ？強爆デュエルファイアー唱えたい。ブロッカーピンメタやめろ。てかなんで数多くのブロッカー全破壊カードからそれ選ぶんだよ。家にあったから。じゃロマイオンでアタックするときセブンズゲート。効果で光の進化ではないブロッカーを2体まで出せるからルール&ルシファーとホーリーエンド出すぜ。まずホーリーの効果で1枚ドロー。そして次にルール&ルシファーの出たとき効果で1枚引いて光のコスト8以下のクリーチャーを出すぞ。すんごい展開してくんじゃん。でもそっちのバトルゾーンにクリーチャーいっぱいいて面倒だから一気に破壊させてもらうぜ。ってなわけでレッツゴー。テーマ連結オーロルファビロム。うわーまずエクストライフ。で出た時効果で単色のクリーチャー全破壊できるからみんな破壊だ。これはひどい。でもまだだよ。ボルシャックカイザーの破壊された時効果発動。1枚引いてボルシャックとある進化ではないドラゴンを出せるから頼むよ。ボルシャックテイルドラゴン。効果でこの言葉トルさせてクリーチャーを破壊するよ。へぇ、その子のパワーって何？おう5000個。残念ながら私のバトルゾーンに5000以下のクリーチャーなんていないぜ。みんな高すぎだろ。それじゃあバトルなしで。了解。それじゃまたロマイオンでアタックするとき呪文を唱えるぞ。はい、唱えるのはゴッドの試練。あったんだ。珍しい。まず効果で山札から同じコストのカードが出るまでめくるぜ。と言ってもあと1枚しかないからめくり切ったね。でめくり終わったら今めくったカード回収するぞ。そしてこれでもし自分の山札がなくなった場合私は追加ターンを得て残りのゲーム中山札なくてもゲームに負けなくなった。これ以上私を絶望させないでくれ。何その顔。ほんじゃこれでトリプルブレイク。これもう無理だって。一応シールドチェック。テイルドラゴン2体。ボルシャックテイルドラゴン B とボルシャックテイルドラゴン C が現れた。RPG で敵が仲間を呼んだ時のやつじゃん。これで少しは抗えるぞ。さっきはテイルドラゴンパワー5000だったけどシビルカウント3が達成されたから2000上がってパワー7000になるよ。うわそうじゃん。それじゃあ2体いるからガービクリカと2回バトルして破壊。まあまあいいだろう。ペルペットで残りのシールドブレイク。シールドチェック。ガードストライク2枚。なんかシールド強くない？アニメに出てくるカイザくんくらいの引きだね。あとアタックできるのは誰？ドルファだけだな。それならガードストライクでドルファ止めるよ。了解。一応守れたね。確かにそうだけど。だけどあの人追加ターン取ってるから意味ないんだよね。ザービクリカでダイレクトアタック。取るよ。いやロマイオンの防御力がヤバすぎる。今回ばかりはそうだったね。てかさっきリスト見て心配だったけど思った以上にザービとドルファが出てきて驚いた。この2枚はあんまり天文向きじゃない感じするしね。まあな。でもそれらをセブンズゲート経由で出せるルール&ルシファーを採用してるからあんまりノイズになんないし何よりみんなエンジェルコマンドだからギャラクシーチャージャーで回収できるのが本当に強いんだぜ。このゲートはブロッカー指定のウェルキウスじゃできないぞ。あっちはあっちでゲームやウェルキウス出せるから強いよね。これに関しては適材適所って感じする。それじゃあ次のコーナー行くか。うん、ということで来ましたこのコーナー。今回私はどちらを使えばいいのかな。この2つあるのか。マリサはどっちと戦いたいの。これは OB だな。方法あれ実質速攻デッキでシンプルにトリガー引いた瞬間基本勝てるしブロッカーに弱いところあるからな。なるほどね。それじゃあ選ぶのだ。てか思ったんだけど今回バキは狙わないの。バキには爆発力あって怖いので今回は遠慮しておきます。ついでに家にいっぱい落書きさせてもらうわ。オーバナインカイザーに対する不満バージョンのバキやめろ。診断で私の強化カードくれてんもんで言うペルフェクトみたいに。もし強化来たとしても本体があれなんだからそんな変わんないだろ。なんで法律ってあるんだろうな。そこに疑問を持ったら終わりだぞ。ではこっち OB か。はい、それじゃあ有利対面に当たったということで OB をボコボコにしていくとするか。おいおい、有利対面だと何幻見てんだ。逆に OB 君はこれ相手が不利だと思ってんの。おう、トコシエは天文に効かないしセガレは1回くらいしか対応できないからトリガー踏んだら辛いと思うけど。大丈夫だ、俺じきじきにマリサを殴ればどんな対面だろうと有利になる。ゲームの前にリアルダイレクトアタックしてくるとかやばんすぎだろ。今すぐお電話を。テレビショッピング風に救急車進めんな。それじゃあ行くよマリサ。おう、ゲームスタート。最初はグー、じゃんけんぽん。
よしよし先行ゲット。よくやった、これは嬉しすぎるぞ。ではチャージしていきコスト。ガガガンジョーカーズ。効果で山上から3枚見て OB 回収。ウィッス。エンドで。ドローしてチャージでエンドだ。専門家は何もできないね。そりゃ少し遅いデッキだからな。ドロー。これは、P マンチャージでエンド。何もしないのか。ドローからのチャージでエンド。ドローしてチャージ。心。準備はどうだ？かなりいいよ。よし。それじゃ見せてやれ。了解。灰になるな。これは10中ハック OB が出てくるね。ではまず3コストで3ナップ召喚。効果でマナ3枚アンタップ。次に2コストでリセップル召喚し1枚ブースト。さらに1コストでタコチエ召喚。これで自然のクリーチャーが3体出たな。うん。さらにさらにマナバッタンゼロ発動。ミステリーヒッポを無料でマナから召喚し効果でマナのカード1枚墓地送り。でこのターン中自然のクリーチャーか魂シードが3体以上出たからめちゃんこ軽減されて1コスト。9番人 OB メーカーパーハンドレッド召喚。まあ出てくるよな。あとついでに今パワー1万2000以上のクリーチャーを召喚したからマナからピーマンドリル出すよ。エンドで1ターンの間でこんなに出てくるんだ。ちょうど6体いるからアポカリプスで撃ちたい。俺が令和のフィオナの森になっちまうからやめろ。ドローしてチャージ。まあでもここまでは分かってたしいいか。マリサ完全にトリガーで回復でしょ。まあな。だから次のターントリガーでゲートやネバーを引いた時のために手札補充しておくぞ。じゃ3コストでギャラクシーチャージャー。効果で3枚目切って、エンジェルコマンドのこの2枚回収。これまるでにホーリーエンド回収できないんだよね。悲しい。マナ1ってエンドで。ドロー。あ、このカード欲しかったんだよね。なんだ？ 1 コストでベイビーテガーレ召喚。相手が自分のマナゾーンにあるカードの枚数よりコストが大きいクリーチャーを出しとく代わりにマナゾーンに置かせて、その後テガーレ自身をマナに置くネタカードだね。うわ、ちょうど引いてきたじゃん。それじゃあ行くよ。テガーレ厄介だけど仕方ない。カウンターしてやる。ではまずステップルでシールドブレイク。シールドチェック。シールドトリガー発動。なおはネバー。効果でコスト7以下であるペルフェクトを場に出そうとするんだが。ネバーで効果で一緒にマナ行くね。だるいな。まあでもここで能力使わせてよかったわ。どうせ次は OB メーカーで残りのシールド割りに来るんだろ。そうだね。さあ、来いよ、OB。行け。OB でブラからブレイク。ここで引く。必ずこの専門で勝ってやる。来い、シールドチェック。ないです。3ナップでダイレクトアタック。ロールはこれに関してはまあ仕方なかったってやつだ。何気にトリガー1枚出ただけで妥当だと思うけどね。今度からシャッフル極めます。シャッフル極めたからってトリガー出る確率上がったりしないよ。